YUV カーブフィルターは明るさの補正などの他にエフェクトとしても使うことができます。では、この映像を YUV カーブで調整してみましょう。かなり落ち着いた感じになりました。まず、YUV カーブフィルターを映像に入れます。 YUV カーブフィルタの Y の右上を少し下げます。こうすると明るい部分が少し暗くなります。続いて直線の真ん中あたりをつまんで少し右下に移動します。そうすると画面の明るさの中域部分だけが暗くなります。 たたったこれだけでかなり変わります次はこの映像を修正してみましょうホワイトバランスが合っていないのと全体に黒が浮き上がった感じになっています最初に 3WAY カラーコレクションでホワイトバランスを合わせます今回の映像では シャツ、帽子、背景の黒、これらをクリックすることで合わせることができました。色は修正できましたが、まだ黒が浮き上がってぼんやりとした映像になっています。YUV カーブフィルターを使って黒を引き締めてみましょう。 Y の左下の部分をマウスでクリックして右に移動します画面を見ながら行い画面の邪魔なものが気にならなくなったらストップです背景も気にならなくなり人物がはっきり見えてきました次は YUV カーブを使ってできるエフェクトを いくつか紹介します Y の傾きを逆にすると明るさが反転します U と V の傾きを両方とも逆にすると色が反転します YU すべての傾きを逆にすると明るさと色が反転してネガフィルムの状態になります Y を真ん中で縦一直線になるようにすると明るさの二極化になりますそれの角度を 少し緩やかにすると、ハイコントラストの映像になります。Y を階段状にすると、ポスター効果になります。Y を V 字状にすると、元の映像の明るい部分と暗い部分が明るくなり、中間部分が暗くなります。 逆、v、字にすると明るさも反転します画面のように蛇行した状態にするとメタリック調になりますさらにガラハバランスフィルターを追加しますサイドを落としてモノクロにしてほんのわずかに青色をつけます ガラーバランスフィルターの色を黄色系に変更するとゴールドメタリックになります。以上のように YUV カーブフィルターには様々な効果があります。皆さんも色々と試してください。